有田義夫、有田義夫、有田吉婦、1952年、昭和27年2月20日台は、日本の政治家、ジャーナリスト、テレビコメンテーター、立憲民主党所属の参議院、議員、2期、立憲民主党沖縄県連代表、父は、政治運動家、労働運動家の有田光夫、京都府北和田郡集団町（後の京北町）現。 京都市右京区に生まれる。京都府立お得に高校を経て、立命館大学経済学部を1977年、昭和52年に卒業する。1970年に18歳で、日本共産党に入党。1977年、昭和52年から1984年、昭和59年まで共産党と関係が深い、新本出版社に勤務する。 東京都練馬区在住、1986年、昭和61年に、フリーランスのジャーナリストとして、朝日ジャーナルの霊感商法批判キャンペーンに参加する。同志休館後は、週刊、文春でも、統一協会報道に携わる。日本共産党員であったが、1990年、平成2年に出版された、日本共産党への手紙、 教育資料出版会の編集を手掛けたことによって、当期律違反として、除籍処分を受ける。なお、これについては2014年に、ツイッターで、私が18歳で、共産党に入ったのは1970年5月、母の日だ。それから20年後の90年に、共産党から追放される。にてコメントしている。1990年代後半には、 オウム心理教に詳しいジャーナリストとして、しばしば TV の報道番組に出演し、日本テレビ系列のザワイドでは、レギュラーのコメンテーターを務めていた。しかし、アリタは、オウム事件発生以前からオウムを取材していたわけでは、なく、一緒に酒を飲むほど、親しくしていた、江川翔子に、オウムの話ばかりを聞かされ、詳しくなった。年月日の、 オウム施設への強制捜査以降、しばらくの間平均睡眠時間が3から4時間になった。2007年、平成19年、新党日本副代表に就任し、同年の第21回参議院議員通常選挙に、比例区から立候補したが落選した。2009年、平成21年、新党日本公認で第45回衆議院議員総選挙に、 東京都第11区、比例区長服から立候補したが、新党日本は、比例区で議席を獲得できず、東京都第11区では落選した。その後民主党に移籍し、2010年、平成22年の第22回参議院議員、通常選挙に比例区から立候補し、37万票、獲得し初当選した。民主党の比例区当選者としては、トップ当選であった。 2016年、平成28年の第24回参議院議員、通常選挙に比例区から立候補し、2020万票、比例4人。2017年、平成29年6月18日現在、参議院政治倫理の確立及び、選挙制度に関する特別委員会委員長、行政監視委員会、参議院法務委員会に所属。 同年12月11日、民進党を離党し、立憲民主党への入党を申請。26日承認された。2018年8月29日、立憲民主党沖縄県連代表に就任。在日特権を許さない市民の会などといった行動する保守が行っている活動への批判を行っている。柴木体構成員らと共に頻繁に カウンターと称するデモに参加している。路上に寝転ぶなどして、在特会等のデモの妨害をし、警察が安全性を考慮して、デモ主催者にデモ中止を要請する事態となったこともある。2013年2月9日に新社会運動が主催する不定先人追放。韓流撲滅デモ維新ンン大久保という活動を見た後、異常なデモ、国会でも問題にしたいなどと、 ツイッターに書き込み、それを実現する形で2013年3月14日に参議院議員会館で、排外主義、レイシズム反対集会を実施した。韓国メディアの連合ニュースで、2014年の東京大行進に乗り越えネットらと共に参加していることが写真付きで報じられている。柴木大構成員らが主催している2015年の東京大更新に、 ヒトラーの紛争をした、安倍晋三のマスクをかぶり、武器輸出始めましたと発言しているコスプレをして、でも参加している。反レーシズム、反人種差別主義を歌い、反感でも、いや感でもに対して、抗議活動を繰り広げる、レーシストをしばきたい、現、対レーシスト行動集団や、男組などを支持する発言を、自身の、ウィッターでしており、これらの集団が主催する。 ヘイトスピーチへのカウンターデモへの参加も確認されている。芝木隊と男組に対してギリギリまでやってくれると称賛し、既存の市民運動について既存の運動や政党は合法主義のあまり戦わなくなった。綺麗事と口先だけの人権派ばかりだと批判している。これについてニュースウィーク日本版は法をないがしろにすると受け止められかねない発言であり。 良識の筆である参議院の議員とは思えない言葉だと批判している。2017年7月16日、瀬戸博之らは川崎市中原区で行ったデモに対し、有田や芝木隊など約400人の反対派が集結し、デモ隊に向かって神奈川県警はデモをさせるな、ヘイトをやめろなど声を上げた。数十人からなるデモ隊は、 約400メートルほど行進した後撤収した。有田は、こぞこぞ。あいつらに見つからないうちに早く、早く、うわ、見つかった。バスに逃げ込め、知的でシュール。カウンターの勝利などと、勝利宣言し、セトは、正式に許可されたデモで、その集合場所に向かう人たちたちの足を止めるなどと、平然と言い放ち、それが不法行為であり、犯罪であることを隠していませんなどと、 ありいたらの行為を批判した。1993年、平成5年から、オウム心理教の取材を始め、1995年、平成7年には、オウムウォッチャーとして、テレビに出演した。レギュラーコメンテーターを務めていた、ザワイドでは、統一協会の合同結婚式騒動及び、オウム心理教による、地下鉄、サリン事件の際のコメンテーターとして出演していた。 2018年7月6日、朝原昌光ら7人が死刑執行された際、ツイッターで常識的に判断してありえません。朝原昌光の裁判資料だけでも部屋一つがいっぱいになります。中略政治判断ですと発言している。統一教会、現世界平和統一家庭連合が拉致監禁と呼んでいる教会信徒に対する脱会説得工作について、有田は 霊感症法など、反社会的問題を起こしてきた、統一協会から脱会させようと努力するは、家族として当然の行為だと主張している。有田は、統一協会の批判記事を書くために拉致監禁され、当時偽装脱会で難禁中だったとされる、豊島区の統一協会系病院の医師、小出博久に、文春の記者と共にインタビューした。そこから得た情報は、 後日週刊文春に掲載された。この時、有田は一年間も閉じ込められていて、よく耐えられましたね、と小出が、監禁状態でったことを事前に知っていた発言をしたと、小出は証言している。これに対して有田は、小出にあったことは認めたが、発言は否定し、監禁されているようには見えなかったと弁明している。また、月刊タイムスの座談会記事においても有田は、 回収ラッチについて一部では確かに行き過ぎもありました。トラッチ監禁の要素も一部あった旨の認識を示している。神戸連続児童殺傷事件の事件の犯人がオウム心理教で使われていた言葉の日本語訳を犯行ノートに記していたことをもとにオウム心理教事件が影響していると推測している。また、 犯人の精神科運転を担当した精神科医も同様の見解を示しているという。アリタは神戸連続児童殺傷事件の犯人である元少年映画特命で2015年に出版した本、絶歌についてまさに飛ぶように売れています。事件の社会的教訓はまだまだです。とツイートした。また、主事の批判を、感情的批判は外在に過ぎない。と、習慣。 文春に寄せられた、関川夏尾の正義を自称する集合的和の法図に肥大化するだろうという言説を引用した。2017年6月に一橋大学で開催予定であった桃田直樹の講演会についてネット上で行われた中止を求める署名活動に賛同した。原口和弘が学生のイベントに特定の議員が介入したとも聞いていますが、 何をしているのでしょうか。左右関係なく、公人、議会人による権力の乱用は許されません。考え方が違うからと講演の機会を邪魔するのは、言論に対する冒涜ですとツイートしたところ、有田が、原口さん、何を言っているんですか。ある議員とは、有田義夫を言いつのりあまたの書き込みでしょう。あなたもそれを前提に書いてきたのでしょう。問います。私が、 桃田講演会にどう介入したというのか、直ちに具体的に明らかにせよ、原文ママとツイートするなど論争が起こったことについて、産経新聞は民進で打ち毛場と報じている。ブログに虚偽記載で自民党に謝罪2010年、平成22年11月9日付、世界日報第1面によると、10月20日の有田議員の初質問に自ら泥。 国会は言論の符なので、録音物の再生は議事録に記録されない、録音物の再生とのみ記録されるルールになっている。有田議員の質疑時間を確保するために、全員の了解の元議事録を止めたのに、有田議員は音声再生を自民党の反対で止められたとブログに虚偽を記載して、自民党の攻撃材料にした。これについて、 塚田一郎自民党理事の事務所を訪れ謝罪したと報道されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。